はい、みなさん、こんにちは。モンマミキです。今日はワコールさんのぶらりサイクルのお話をしたいと思います。22年度の時は、私がちょっと、発信遅れちゃったので、締め切り間際の時だったかな。で、申し訳ないなと思ったので、23年度は、早めに配信してます。ぶらりサイクルは概要欄に URL 貼るんですけども、自分の下着を袋に詰めて、店頭のワコールさんに持っていくと、ワコールさんが専用の工場にまとめて送り込んで、環境にいいものに生まれ変わらせるっていう活動をしてるんですけど、そもそも女性って下着捨てにくいので、そういう悩みも解消するために生まれた活動です。ですが、なんと23年度からは、ワコールウェブストアでも回収ができるようになりました。やったー。まあ、ウェブストアでも店頭でもどちらでも回収ができるので、ぜひ利用してみてください。ワコールさん以外のメーカーの下着でも、もちろん回収できます。なんでかっていうと、袋を閉じて、お渡しするので、それを開封することがないので、問題ないです。ワコールじゃないですか、みたいな、そんな確認はないので、安心してください。メーカー問わず回収しております。期間は、23年10月1日から24年3月31日までです。半年ありますので、いらなくなった下着、ぜひ、ワコールさんで、ワコールさんで回収してもらいましょう。はい、それでは今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。失礼します。